で、ここにさらに下に行く階段があるんですけど、とりあえず入ってみますか。なんだちょっと一瞬ロードで止まってしまったけど、これが地下2階みたいな感じなのかな。とりあえずじゃあ体力とエネルギーが許すところまで進みますか。でも何も取れそうなものがないな。これ何の成果も得られませんでしたパターンでは。ちょっと敵無視するか。敵が多すぎるな。コウモリはすぐ飛んでくるから倒さなきゃだけど、スライムは無視でいいかも。ないな釘。てかバケツも釘も手に入んないじゃん。何も手に入らないんだか。あ、なんか雰囲気違うとこ来た。これ何？本棚？本棚とは。本棚の中には何も入ってないんだけど。あ、巻物棚ってなんか作れるようになってましたよね。あ、でも何も入ってない。なんだこの部屋。ここまで来たけど、ちょっと何もないですね。てかこれさ、戻るのにさ、来た道普通に戻んなきゃいけないのか。今普通になんかドラクエみたいな感じでさ、リレミトを使おうかなみたいなこと考えてたわ。ダメじゃん。来た道普通に歩いて戻んなきゃ。これ大丈夫かな？生きて帰れるかしら。あ、ここ入ればもう自動的に教会地下に戻ってくるんだ。あー、よかったー。じゃあ初ダンジョンは何の成果も得られませんでしたが、今日も京都でお祈りしようと思います。で、寄付を求める祈り、せっかく作ったんでやってみましょうか。これ銅星だから多分説教の条件も低いってことかな。おそらく来る人の人数はどうだろう。なんかやっぱ少ないよね。少なくなった気がする。あれ、信仰の数一緒じゃね。あ、そっか、寄付を求める祈りは信仰の数は変わんないのか。おお、単価がすごいことになってる。じゃあどうでしょう結果。うわー、すごい。あ、やっぱ訪問者は少なくなってるけど、一人当たりの単価が上がって、受け取った寄付が銀貨3枚と銅貨60プラスボーナスで銀貨2枚と銅貨80。すごくないですか。ちょっとしばらくこれでいこうと思います。で、ベリージュースっていっぱい作ったけど飲めるわけじゃないのかベリージュースって何なんだろう。他の料理に使ったりするのかな。とりあえずこのグリーンゼリー作っときますか。で、ダンジョンに潜った時に本棚とか巻物棚とかあるお部屋があったと思うんですけど、あれってもしかしてチェストの代わりになるんじゃないんですかね。入れるスペースあったけど。ってことでちょっと本棚を作ってみようと思います。でかいな結構でかいな。まあ、ここに置くか。そしたらこれ回転は、あ、できるね。じゃあなんか微妙だな。まあいいか。じゃあここにしましょう。 OK で、これ何でも入れて、あ、いいっぽいな。これ何でもいいのか。本じゃなくても入るっぽいですね。あー、じゃあこの教会の地下室はチェストを作れないけど本棚とか巻物棚で代用するって感じかな。ただチェストこれしか大きさないのにさ、本棚でかすぎるんだよな。で、容量は同じと。それだったらチェスト2つここにポンポンって置きたい感じはしますけど、まあこれがチェストの代わりになるみたいですね。じゃあちょっとチェストの整理しようかな。じゃあ一応気持ち的に書類っぽいものは本棚の方に入れておきますか。まあこれでいいでしょう。で、以前解放させた香炉、材料持ってきました。ちょっと余分に持ってきちゃった。どこに置こう。
あ、ここちょうどいいじゃん。こことかも置けるけど、まあいいや、ここに置いてみましょう。トントン。あー、こういう感じなんだ。で、ここに、消臭剤じゃなくて、お香を置くんでしょうけど、ここに置くお香を、錬金術で作んなきゃいけないんですよね。で、お香を作るのに消臭剤がいるって感じですかね。錬金術で作るわけじゃないのか。教会の作業台か。で、お香を作るのに消臭剤が必要で、消臭剤を作るのに錬金術をしなきゃいけないってことか。じゃ、ちょっと消臭剤のレシピは、ちょっと調べさせてください。錬金術はね、本当にノーヒントみたいなんでね、ちょっとこればかりはちょっと調べさせてください。で、以前、ギュンターがゾンビを掘り起こしてほしいみたいなこと言ってたと思うんですけど、多分これのことですよね。これかなと思って、とりあえず放置してたんですけど、ちょっと調べてみましょうか。これだ。ギュンターが言っていたのはここだな。例のゾンビを探してみよう。で、これで掘り出すと。うわっ!いるじゃん。これゾンビなの?なんか、このゾンビがつけてる装備を調べるみたいな話でしたよね。で、テクノロジー。材木加工場の建設とを開始。材木、わおえ?あー、運べる。材木加工場とはって感じなんだけど。え、なに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 ?てか、ここ何?あ、修理。壊れた養蜂台。あ、ここで養蜂ができるってことか。ゾンビ放置だけど。あ、壊しちゃった。これ壊さない方いいのかな?養蜂ってありましたよね、テクノロジーで。これだ。養蜂箱。あ、じゃあ、ここの作業台で養蜂箱を作るって感じなのかな?これ何?養蜂か。うん。蜂からダメージを受けなくなった。あー、蜂蜜取るときにダメージ受けなくなるんだ。へー、蜂って蜜ってでもそんないる?ゼリー作るのにいるけど、ちょっと今のとこ放置でいいかな?蜂蜜売ったりできんのかな?で、この死体どうすればいいんだろう?とりあえず安置所に持ってってみます?解剖とかできんのかな?近づくんじゃねえ!あんた、審問会の一員になったんだろ?そのケツかじり取られたいか。なんだ、審問会に恨みでもあるのかな、ジェリーは。いや、私は審問会に賛同しているわけじゃない。家に帰りたい。それだけなんだ。家に帰るために利用するってことですよね。正直な答えみたいだな。そいつは何よりだ。俺はあいつらが嫌いだ。でも、千年後くらいに誰かが俺を掘り出してくれたとしても。大義を理由に他の奴らを傷つけてる連中だろう、ん?連中がいるだろうさ。そしてあんたみたいな連中もいるだろうよ。実は〇〇には賛同してなくて、みたいな。確かにそうかもしれない。ジェリーは生前に何かあったのかな?審問会の人と。置けた。置けた。ああ。特にこのゾンビが関係してるわけじゃないのか。大審問官、ん?大審問官とのイベントを進めたから今の会話が出たってことかな?うおー、なんだこれ!なんだこれ!赤ドクロいっぱい。え?ちょっとわかんないな、これ。え?拾って?じゃ、わかんない。わかんないからここ置いとく?これはでも死体としてカウントされないんだ、ここ。ちょっと用途がわかんないから、ここに眠らせときますか。
準備台、準備台はこれのことでしょ。パレットって何なんだろう、わかんないな。準備台とパレットだけじゃ何なのかがわからない。これは復活テーブル。復活テーブルはギュンターとのイベントでアンロックされたんだよね。復活テーブルを作ればゾンビ復活させれるってことかな。ちょっとギュンターとのイベントあったんで、これ解放させときますか。で、ここで作るんだ。ちょっと作ってみます。材料持ってこようか。じゃあ復活テーブル作ってみましょう。なんだこれなんだこれは。どうしようかな、ここにしてみますか。とりあえずここに置いて、うん。で、なにこれ、ゾンビワーカーを作り出せます。死体ってロバくんが運んでくる死体の方か。あ、じゃあこのゾンビは関係ないのかな。置いてみます。あ、置けない。あ、じゃあこのゾンビは関係ないんだ。じゃあロバくんが運んできた死体を復活できるってこと、ゾンビとして復活させるってことだよね多分これ。じゃあこのゾンビどうしたらいいかなちょっと用途が分かんないからここに放置させてもらおう。このゾンビはもう動かないのかな、どうなんだろう。ちょっと気持ち悪いけど置いときましょうか。で、マップを見ると以前ここに山小屋があったと思うんですけど、ここに採石場ってあるんですよ。採石場なんてあった？あったって感じなんだけど、ちょっとここ行ってみましょうか。なんかこれも建物に見えるんですけど、違うのかな？どうなんだろう。ちょっと行ってみましょうか。これは、あー、これ前看板読んで、途中で読めなくなっちゃったやつだ。巨木の材木加工場。材木加工場。まあ今はいいか。あ、ここにも釣り場あるんだ。今、釣り竿持ってない。あ、持ってる。持ってる。ちょっとなんか釣ってみます？ 100%。あ、そっか、今餌ないんだ。じゃあここめがけてみましょうか。あ、ブリームだ。普通にブリームが釣れました。釣りの餌の種類とか増えんのかな？ああ、ここが山小屋で、山小屋のちょっと上の方にあるんですけど、あ、ここが大理石のなんか作業場みたいなの作りましたよね。あ、そうそうそう、くさび材がいるんだ。で、これは石が取れると。これか？あ、これっぽいな。これなんだろう、鉄鉱石でも取れんのかな？何これ、これでも鉄鉱石みたいな見た目してますよね。え、これさ、ここになんか作業台作って加工できない？鉄鉱石置き場、これは関係ありますか？あ、何にせよあれだな、縦切り丸太材がないと話が進まんな。これどうしたらいいかな。これ持って帰るか、家まで。とりあえずこれ2つ家まで持って帰ってみます。ここがでも採石場なの？こっち側にも小屋があったっぽいけど、あ、これ小屋じゃなくて、まあ、入れなかったとこか。うん、ここも多分鉱山なのかな。で、なんか生きたものは入れないみたいな感じでしたけど、ここにもしかして復活させたゾンビを送り込むんじゃないかなって思うんですけど、どうなんでしょう。だからあそこに入るにはゾンビを復活させないといけないって感じなんですかね。じゃあなんとか家まで持ってきたけど、あら、この石の置き場所には置けないんだ。鉄鉱石置き場みたいなのをここにも作んなきゃいけないってこと？なくない？
ないのでは？ああ普通にもう覚えてた、鉄鉱石置き場。どうしよっかな。まああんま使わなさそうだから、もうこの端っことかにしちゃいます。ここに置いとこ、とりあえず。でここに置くと、あ、なるほどね、鉄鉱石なんだ。でもこれはで石材カッターで多分小さくするってことかな。あー、そういうことだ。まあ、鉄鉱石も結構なくなってきてはいたから、これは加工しておきますか。じゃあここは鉄鉱石と大理石と石が取れる鉱脈ってことでいいのかな。なるほどね。じゃあエネルギー回復するゼリーも用意したんで、もう一回ダンジョン潜ってみますか。なるほど、行けるようになった階はこうやって光るんだ。なるほど、そういうことか。前回2階で終わったんで、その続きからできるってことかなってことだよね。こっち調べたよね。あ、なんか敵いないな。これ1回倒した敵って復活しないのかな。敵がいない。あ、いた、1匹しかいない。1回倒した敵は復活しないのかもしれませんね。スライムは無視しましょう。あ、ここいっぱいいるな。ちょっとこれは倒しちゃおうかな。結構食らったな。体力回復するアイテムも欲しいけど、ポーションとか作んなきゃいけないのかな。あー、なんもないか。なんもなさそう。こういうのって壊す意味あんのかな。釘が手に入る。で、さらに潜れると。え？すべての敵を倒す必要があります？そういうことなの。あ、そういうことなんだ。全部の敵を倒さないと、下の階には行けないんだ。早く行ってよ、そういうの。ちょっとじゃあ、倒しに戻りますか。これじゃあ一気に進もうとか考えずに、潜れるとこまで潜って、で地上戻って、回復して、続きやるみたいな感じがいいんですかね。はい、じゃあ敵全部倒してきたので、下に潜りましょう。ドードが入る。で、3階かな、これが。地下3階って呼んでいいのかわかんないけど。もう体力半分なんだけど。これもっとさ、強い防具を手に入れる必要があったりします？これだ。鋼鉄製の武器。鋼の鎧。鋼の剣。ってことは、鋼鉄インゴットを作んなきゃいけないってことですよね。それも考えてみますか。わ、なんか新しい敵いる。虫？ハエみたいな。一匹ずつ来てほしいな。一匹ずつ来てほしいな。なんだこれ。粉。死の粉、おすさの粉。錬金術の素材になりそうだな。あ、おすさの粉。平成の粉。錬金術の素材手に入るんだ。まあ、錬金術の素材なのかわかんないけど、でも、きっと錬金術で使いますよね。あの粉系は。今のとこ、コウモリが一番厄介なんだけど。攻撃が当たってないです。攻撃が当たってないです。エネルギーより先に体力がなくなりそうです。一回倒した敵は復活しないっぽいから、今回は、まあ、いい感じのとこまで、もう死にそうだもんな。死にそうだから、戻って、回復したら続きやりましょうか。すごい、カラフルな粉。多分でも錬金術で使うんだよね。粉系もさ、じゃあ本棚の方に移しちゃいましょうか。で、散々飲めなかったベリージュースなんですけど、このレッドゼリーに使うみたいですね。全く気づきませんでした。これだからもう全部レッドゼリーにしちゃいましょうか。じゃあ3階の続きからやっていきましょう。敵は？ああ、復活しないっぽいですね。いいですね。あ、どっち行ったんだっけ？
じゃあ敵復活してないっぽいんで続きからできますね、ちゃんと。おお、すごい粉がいっぱい手に入る。ただレシピはわからない。湧きすぎでしょ、敵多いな。あ、持てないじゃん。インベントリを開けてこないと持てないってことになるな。もう金属スクラップとかいらんいらんいらん、売れないしどうせ。あとは、どうしよう、どうしよう。じゃあ縦切り、縦切りも捨てちゃいましょうか。てかもう死にかけじゃん私気づかなかった。もう虫の息です、虫の息なんで帰ります。どこまでも追いかけてくるじゃんあの人。ちょ、やるか。 OK、 ゼリー1種類でよかったかな、持っていくの。エネルギーより先に体力の方がなくなっちゃうからな。そろそろお墓の質を上げるためにまたロバくんに人参用意してもいいかもしれないですね。じゃあ今日も説教していきましょうか。いやー、単価がえぐいですね。結構お金たまんのがこれで早くなったんですよね。うん、いや、なかなかに満足ですよ私は。今だってもう銀貨23枚まで増えましたもん。もんなし状態までなくなってたのに。すごいな、寄付を求める祈り。ありがてありがて。はい、じゃあまたまた3回の続きからやっていこうと思います。もうね、所持品全部置いてきました。これで結構進めるでしょう。でも全部置いたらダメじゃない？エネルギー回復するものも置いてきちゃったな。とりあえずでも4回まで解放できればまた4回からいけるからね。コウモリずるくないそれ。もう体当たりでしか攻撃できないんだけど。あれなんか、あれあれなんか一気に減らなかった？今体力一気に減ったよね。なんなの？この本棚は調べられないんだ。じゃ、とりあえず4階まで解放させて、ですぐ戻る。怖い目に遭いました。あまりにも私が下手くそでダメージをすぐ食らってしまうので、鋼の鎧作りたいなって思うんですけど、どうでしょう。こう来て、これだな、金床2を解放させ、で赤ポイント足んなくなったね赤ポイントじゃあ集めつつ鋼の鎧を作れるようになりますか。とりあえず金床2を作れるようになったと。あー、そこそこいろいろいるね。じゃあこれを用意して金床2作りますか。めちゃくちゃ見間違えてた。ロー2の材料見ながら用意しちゃったダメじゃん。鋼鉄インゴットを作んなきゃいけないんだな。黒鉛って何ですか？黒鉛って何ですか？黒鉛とは？どこで手に入るんだろう？あ、そもそも解放されてないんだ。とりあえずじゃあ解放しとく？黒鉛、金鉱石、銀鉱石、はあ、どこで取れんのって感じなんですけど、でこっから派生してゾンビ採掘っていうのがあるんだ。でゾンビ鉱山左って書いてるけど、やっぱりゾンビ復活させてあのガスが充満してる鉱山に行かせるってことなのかな。これも解放しとく。いや、これちょっと鋼の鎧作るのだいぶ先になりそうですね。今だいぶお金に余裕があるんで、死体発掘許可証買っちゃいましょう、ちゃんと。で質の悪い死体を掘り返しちゃいましょうか。これで掘り返して、まあこれは
いろいろもらって仮装しちゃえばいいか。これも掘り返したいな。てかこれバンバン掘り返してるけど、ヨリックってどこに埋まってるんだっけ。これ違うな。てかこれ移動させたいんだよな。じゃこれさ、移動させていいかな。ここじゃない方がいいんだよな。うん、これ掘り返せるね。これ一回取り除く。あ、じゃあなるほどね、一回地上に出さなきゃいけないんだ。で、鮮度 100% だけど、急げ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 。で、取り除く。鮮度落ちちゃう、鮮度が落ちちゃうよ、鮮度との戦い。で、取り除いて、あー、どんどん鮮度が落ちちゃう。で、ここにすると、これで綺麗になったな。オッケー、早く埋めなきゃ。なんとか 98% でいけたな。よっしゃ。これはまあ赤ドクロ1個あるけど、そこそこいいやつなんで埋めたままにしましょうか。本当にもう赤ドクロの死体いらないってなったら、これも掘り返していいやつにしちゃいましょう。じゃあこの2つはいろいろ拝借して仮装しちゃいましょうか。この緑のって鮮度落ちましたよっていうマークなのかな。だから緑のこのマークがあるやつは仮装しちゃった方がいいですよね。じゃあ必殺同時焼きってことで、質が悪いやつはどんどん仮装していきましょうか。ロバくん来ましたね。じゃあ私もスタンバイしましょう。で、今回いつもと違ってこっちやってみましょう。復活テーブル。あー、なんか赤いドクロ多いな。で、蘇生に必要な資源はゾンビジュースと信仰なんだ。なるほど、持ってきます。あれ、でゾンビジュースどこにあったっけ。もういろんなとこにいろんなものを入れて分かんなくなってきたな。あ、見ただけで取ってきてなかったのか、この壊れた棚から。じゃあゾンビジュース全部もらって、ケータなんか言うこと変わる。あ、そう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 、この後2つ目は血。なんかの粉って何なんだよって感じですけど、復活テーブルででも使うのはゾンビジュースと信仰なんですよね。ゾンビジュースの作り方なのかな今のは。はい、じゃあゾンビジュースと信仰用意したので復活させてみましょうか。これ別に死体の質関係ないよね、ゾンビにするんだったら。うわー、What's？ どういうこと？え？これ同じじゃんこれ。え、どういうことどういうこと？動くわけじゃないの？復活させたけど勝手に動くわけじゃないんだ。え？こっからさらになんかしなきゃいけないのかな？これか？ゾンビ輸送。これかな？で、これは？輸送準備台。こっから作れる？作れなーい。これどこで作るんだろう。どこで作るとかも書いてくれるとすごく助かるんですが、家の隣の設計台じゃなさそうですね。あー、ここだ。ここだわ。山小屋じゃなくて森小屋。あー、縦切りと釘とツルハシなんだ。あ、違う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 。で、この輸送準備台はまた別だ。え、じゃあちょっとこの辺の材料を持ってきますか。てかチェストも作りたいよな、ここに。チェスト作っていろいろ置きたい。あ、ちょっと、じゃあ森小屋周辺を充実させましょうか。